ラザフォード散乱、ラザフォード散乱、ラザフォード散乱、とは、空論相互作用による、過電粒子間のお湯。1911年、アーネスト・ラザフォードにより説明された、物理現象であり、防ア模型の先駆けとなった、ラザフォードの惑星型原子模型の発展につながった。現在では、ラザフォード広報散乱分校という元素、蘇生分析手法に利用されている。 ラザフォード散乱は、静電気力、空論力のみに依存し、粒子間の最接近距離は、空論ポテンシャルのみにより決定されるため、はじめは、空論散乱と呼ばれた。古典的なアルファ粒子の近現資格による、ラザフォード散乱においては、散乱された後の粒子の持つエネルギーと速度が、散乱前と変わらないので、男性散乱の例と言える。 1908年から1910年にかけてと1913年の4度、ハンスガイガーとが数原子にまで薄くした金箔にアルファ線を照射するガイガーマース電の実験をラザフォードの指導の下で行っていたとき、2度目の実験の際に初めて発見された。実験当時、原子は JJ トムソンの提唱した不電化、ドウが静電化を帯びた球体。 パンに散りばめられたドウパン模型のように理解されていた。もしこの理解が正しければ、パン部分は現在のモデルにおいて静電化が集中している原子核よりも大きく広がっており、そんなに大きな空論力を及ぼすことはできず、アルファ粒子は小さな角度だけ変更するに止まるはずだった。しかし、ほとんどのアルファ粒子はほぼ直進するにもかかわらず8000個に一つ。 ほどの α 粒子はとても大きな角度、90度超の変更されるという興味深い結果が得られた。このことからラザフォードは質量の大部分が小さな静電荷を帯びた領域、核、中心電荷を電子が取り囲んでいるという結論に達した。まさに帯電した α 粒子が十分に核に接近した場合にのみ大きな角度の変更を起こせるだけの強い積力を受ける。 核のサイズの小ささが反調するアルファ粒子の数が少ないことを説明できる。ラザフォードは、工述の方法を用いて、核はよりも小さいことを示した。ラザフォードは、その後、アルファ線の水素原子核、陽子による散乱時に起こる、被弾性散乱を解析している。この現象はラザフォードにより初めて観測されたにも、かかわらず、ラザフォード散乱とは呼ばれない。 このような過程においては、飛空論力が影響を持ち始める。このような力、そして軽い標的から、散乱粒子が得るエネルギーが、根本的に散乱結果を変化させ、これにより、標的の情報が得られる。1960年代には、このような過程を用いる、深部被弾性散乱法により、原子核の内部が調査された。力により相互作用する粒子の、 運動方程式から散乱断面積を導出することができる。一般に中心力により相互作用する二粒子は重心の運動と粒子同士の相対運動に分解することができる。ガイガー・マースデンの実験の場合のように重い核により散乱される軽いアルファ粒子の場合、換算質量は基本的にアルファ粒子の質量となり、核は 基本的に実験室形において静止することに留める。微熱方程式に代入すると、次の非積方程式が得られる。ここで、であり、は、無限円における、速さ、は、衝突係数である。上記の微分方程式の一般解は、以下のように得られる。これを用いて、通常の極方程式に書き直せば、となり、これは、離心率の円錐曲線を表す。 国方程式である。散乱問題では、粒子は2つの前近線を持つので、散乱粒子の軌道は双曲線となる。入社時の前近線から、初期条件は、以下のように課される。ここで、フォーミュラ5よりフォーミュラ6また、フォーミュラ7よりフォーミュラ8であるので、フォーミュラ9はという形に求まる。散乱角は散乱後の前近線についてを、以下のように解けば得られる。 この結果から、散乱断面積を得るには、次の定義を考慮する。ここでは、立体角内に散乱される粒子の数は、入射強度とする。空論ポテンシャルのように多摩対象な散乱ポテンシャルの、場合、が得られ、散乱断面積は次のように得られる。最後に、この式に衝突係数の関数型を代入すると、ラザフォード散乱断面積が次のように得られる。 軌道の一般会を以下に示す。境界条件より以下の定数が求まる。これらを代入して変形すると軌道の一般会はとなる。ここでフォーミュラ21である。また影関数表示では以下のようになる。アルファ粒子と原子核が正面衝突する場合、アルファ粒子の持つ運動エネルギーのすべてがポテンシャルエネルギーに変化し粒子が静止する瞬間がある。 この瞬間におけるアルファ粒子の中心から原子核の中心までの距離はもし粒子同士が衝突した実験的証拠がないのならば原子核の最大半径を与える。アルファ粒子と原子核の電化に逆時乗速を当てはめると次のように書ける。変形すると以下のようになる。アルファ粒子について変数の実際の値は次のようになる。これらを代入すると およそという値を得るが、実際の半径は、およそである。この実験により、真の原子核半径が得られない理由は、アルフ α 線のエネルギーが、よりも、原子核中心に近づけるだけのエネルギーを持っていないのに対して、真の金原子核半径がだからである。ラザフォードはこれを認識しており、かつアルファ粒子と、金原子核の間に働く力のポテンシャルがに、比例するクーロンポンシャルからずれれば、 産卵曲線が大角度、最小衝突係数において、双曲線から何か別の曲線に変化することも認識していた。このズレは見られなかったため、金原子核と α 粒子は接触していないことが示され、金原子核半径、もしくは金原子核半径と α 粒子半径の和がよりも小さいことが分かった。ラザフォード型産卵の拡張としてと呼ばれるものがある。これは、 入射粒子がスピンと磁気モーメントを持ち相対論的エネルギーで運動しており入射粒子のエネルギーを標的粒子が反調エネルギーとして受け取るのに十分であるようなエネルギー領域への拡張である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。